はい、現在ですね、10時51分、889メートル。で、今、このサンサロンのところに来ましたね。ちょうど時間通りみたいな、ちょっと、まあ休憩した分ありますけど。ちょっと岩、靴ですね。岩とか濡れてる岩とかすごい滑りにくいんですけど、泥はやっぱダメですね。一回手ついちゃいました。はい、じゃあこのままですね。今から泉ヶ岳登ってもしょうがないんで、水神の方に行ってそのまま下りたいと思います。ぬかるみがすごいあって大変でした。ただ幸いですね、こういう小雨模様にもかかわらず上からの雨の侵入は一切なしですね。で、靴の調子すごいいいんですけど滑らなくて、ただ下りの時は若干緩いような感じがするんで、もしかしたらインソールをいつも使ってるインソールがあるんで、それと同じものを付け替えたらいいかもしれないですね。やっぱり下りの時に、なんていうんですかね、ホーキンスの場合は下りの時はちょっとつま先が当たるんですけど、これはつま先が当たるんじゃなくて、足の甲が動くというか、ちょっと浮くんですね。どっちにしてもちょっと緩いには間違いないんで、締め直すと、あとはやっぱりインソールですね、いいやつに変えたいと思います。おー、下りですね。じゃあちょっと。今ですね、11時23分で918メートル。で、なんていうんですかね、ずっと下ってきて、左に曲がると水神というような看板のところが起きて、今、塗装するのかな？これは。かな？というような場所に来てます。よいしょ。なんか、室蘭岳の西沢コースみたいな感じですね。よいしょ。いや、いいですね。川っていいね。はあ、はあははあ、は。あっちに行くのかな。いいですね。ちょうど雨降ってるんで、水量はそれなりにあると思いますね。ああ。ああ、こういう感じか。おお、ちょちょ。今から塗装ですね。あえて看板が出てまして、ここをホップ、ステップ、ジャンプでどうやって行くんだろう。あっちか。ああ、いいですね、川の流れ。よし、中洲で取り残されたみたいな。まあ増水にしてもそんなに渡れないほどないんですかね。いいですね。はい、着きました。それ、ストックあるとやっぱり下りとか楽なんですよ。余計に膝に負担かかんなくていいんで、上りはそんなに膝に負担かかんないんですけど、下りのこの衝撃はね、結構負担かかることがあるんで、気をつけた方がいいですね。なので、今年に入ってから全てストックなしの膝 100% 負担みたいな感じですね。多分こっち沢流れてますね、ずっと。で、こっちが多分スキー場なんですよ。おん、じゃあちょっとこっちの左の方行ってみますか。このまま降りるんじゃなくて。現在ですね、11時33分ですね。お別れ峠
から上がっていきたいと思います。こっち、はい、現在ですね、あー曇ってる、11時38分ですね。お別れ峠に来ました。で、あっちが格好コースだそうです。で、こっちがカモシカコースで、今来たとこは水神コースで、お別れ峠の熊出没注意、マジかーって感じですね。大駐車場はこっちですね。はい、行きましょう。来ましたね。なんだろう、あれもしかして、ああここ朝来たとこだ。はい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 、水神コース。はあ、朝来たとこですね。川やっと戻ってきました。あ、アスファルト思いつかれた。ちょっと舐めてましたね。確かに今日は天気が良くないんで、足元が良くないんだろうなっていうのは薄々気づいてはいたんですけど、やっぱりあれですね、きつかったです。そういう意味できつかったですね。本当に、足元がもうちょっとしっかりしてればもっと楽しめたんだと思うんですけどね。雨が降ってなくて足元が良ければ。あ、でもなんだかんだ活動時間は今12時10分なんで、7時半スタートの5時間40分ぐらいですか。あっという間、ね、あ、だめでした。なんか手洗うとことかあるかな。実はですね、今までにないような足のガクガク感が何でだろうね。足毎日スクワットをして結構太もも系を鍛えてるんで、そんなに上りはパンパンになったりしないんですけど、足のガクガク感は何なんだろう。ちょっと膝の裏がこんな感じです。膝のガクガク感、なんかあれやな、体育館みたいなレクリエーション施設。駐車場、結構車止まってるね。あれ車止まってるのいいんだけど、バスがいない。あれ、あれ、どういうこと。バスがいないぞ。あれですね、さっきまたおばさん連中が乗ってたバスがいないですね。泉区に登ったのは間違いないし、リフトは止まってる。リフトは動いてないんだ。でもなんでだ？どっか重装したのかな？そんな感じがしますね。いや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 、あのおばさんの装備でこっから14キロ歩くわけないでしょ。